だいぶ怒ってたっけな。あー、サメちゃんいるわ。びっくりした。これだ。あー、サメちゃんごめん。お疲れ様。遅いよー。ごめん、サメちゃん。パニックだよー。サメちゃんごめん。もうこの映像頼りに来たんだ。すごい。アーチのなんかがあって、ね、この辺のなとこで。ごめんね。充電できる？もう充電いいんだ。いいよ、充電して。サメちゃん、広角レンズない？ない。あー、やっぱ携帯、外配信あんましないもんね。外配信しないからね。うん、ありがとう。遅いよ。バブミにパクられたんだよ。ああ、どうも。どうもです。どうもです。いやもうあの映像でさ、俺もう電池も切れるから、うん、やべえと思って。お電話かかってきたなんか。あ、ママだ。ちょっと待って。はい。ミュートする。もしもし。はいはい。今名古屋。え？いや今名古屋遊びに来てる。ちょっと友達に会いに。彼女女女無事に着きましたよ。片付けてるよ。やってるよ。当たり前じゃん。うん、うん、うんうんうん、はい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 、うんうんうん、あ、よかったじゃん。強く引っ張ってた。あ、ほんと。まあまあまあ、相場そのぐらいだと思うよ。うん。まあね。了解。うん。いや、そんなすぐは終わんねえよ。それは無理だよ。早くたっていうゴミ出しとかもあるじゃん。ほら。あの、鉄とか。水曜だもん、鉄が。うん。ゴミは、壊してない、壊してない。だからバイクないから家まで行けないんだよ。その工具取りに行けないんだよ。大丈夫大丈夫、やるから。はい、またね。はい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 。冷たいね、ママに。え、いや忙しいからさ。忙しい、ね、どうもどうも、ゼロワンリスナーさん。両方つんない。あ、いいいいいい、冷めちゃうんだけど。あ、ほんと。うん、俺メガネかけてないからコメント、この大きさで見えねえんだよ。これで見えない。この距離じゃ見えない。ここじゃ、ここまでやんないと見えない。そう、本当。それでいいじゃん。いやもうでも怖えよ、怖えよ人。まずごめんね、サメちゃん。あ、遅くなって。いやだから、あの1分1万円だから20万だね。うわ。でしかも俺来てるから、これプラス5万で25万。はぁ、何、出演料5万円。あ、でも今日引っ越し祝いもらうから、みんなから。あ、そうなの。もちろんもちろん、それは聴取。でも俺はね、一生懸命手伝ったしね。それはもう、あの、もう気持ちだから。俺気持ちだから別に、うん、こっちから、あの、金額は提示しないから。俺気持ちで言ったからね。いや、人混み怖えな。時計台いっぱいあんじゃねえかよ。あ、二つもあったんだ。なんか改札出て時計台があって、そこ案内されて、うん、いやいや、ここた車入れねえけど思って、うん、で、適当に出たら、そこにも時計台あって、うん、あ、なんだと思って。でも、そう、特定は1時間ぐらい？ 1 時間20分だね、新幹線は。1時間20分ぐらい、うん、新横浜から。お疲れ様でした。いやいや、別に全然、うん、そう、なんか時計いっぱいあったね、うんうん、あー、シュッシュな。いやだからさ、なんかね、ネタ仕込もうと思ったけど、100均が名古屋どこにあるかわかんないし。だから、で、横浜で、ほら、新横浜でそのまま乗っちゃってるから、パイセンからね、リスナーの期待を一心に背負うみたいな、うん、申し訳ない、あの、揉めることは絶対しない。ああ、それはもう本当約束する。本当、あの、俺規制されたくないから。ああ、アカウントだよね。な、それはできないの、本当に。やっと解除されたもんね。うん、それはもう俺のリスナーが俺を待ってるわけだから、うん、そうだね。俺がそういうことやったらもうみんな見限って離れていっちゃうから。1ヶ月だった。1ヶ月長かったね。あの、前回の5月の晩は延長されたしね、うん、10日ぐらい、うん、ああ、うん、だから本当にそういう揉め事期待してる人はもうブラザーバックでお願いします。そういうのはないから、俺ができないから、それ、うん、次ないと思ってるから俺自分でね。だから今回は本当に温情で1ヶ月で済んだと思ってるけど、うん、やっぱ赤ラークとかいろんな人の話聞くと、うん、A 版もあるんじゃないかなと思うと、ね、もう、そうそう、だそうなるとやっぱそれはできない、うん、みんながね言いたいことはわかるけど、うん、まあそれはね本当に
仲良しっていうか、で要するに妻にゃんに言いたいことは、うん、やっぱ世話になってる以上、うん、ね、それはやっぱ家主とかが満足するような対応しないと、じゃあ出てけよって今ほんとコメントで多かったじゃん、うん、追い出して追い出して、うん、それはなぜかっていうと、あ、だって居候なのになんでそうなのみたいな、やっぱ疑問符になっちゃうわけよ、見てる側が。いや本人、家主がいいよって言ってもね、いやでもやんなきゃダメでしょってリスナーの声、それはツバニャンが感じ取らないと、うん、あの子が居づらくなるだけだから。あ、うん、でゼロアンは言わないしね、絶対本人に、あ、もうちょっとやめてみたいなことは、うん、我慢する人間だと思うから。あ、うん、だからだったらそれは俺が、ね、あの妻に世話になってる以上はその自覚を持ってね、うん、例えばね、もう掃除なんかもう30分とかで終わるんだから。これ左行きたいんだけど。あ、待って、いいよ、行っていいよ、行っていいよ、はい、あ、いいよいいよ、あ、そういうこと、このタクシーなんていいよ、ありがとう、なるほどね、うん、そうそう、喧嘩腰じゃなくて、そう、喧嘩じゃなくて、ただ俺はほら、うん、年齢的にも先輩だから、あ、例えばできないんだったら教えるしね、だから掃除だって別に綺麗にすればいいんだから、難しくないじゃん、うん、ね、汚れを綺麗にする、まあ料理に関しては難しいかもしれないけど、掃除なんてのは綺麗にすれば終わりなんだから、そこでで綺麗にするってのは限度はないんだよ、うん、どこまでやってもいいんだよ、うん、要はもちろん手を抜いてもいいんだよ、それは毎日やってればもう当然やる範囲なんかどん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 狭くなるんだから、だからそれは1日30分でもやれば全然違うよってことを、まあ本人がねそれを学ぶ気があればいいなって思う。だからそう、そのね、あの女性らしさってのも当然持ってもらわないとね、やっぱゼロワンとしてもやっぱ相手が女性だと言いにくいこともたくさんあるから、うん、ね、うん、そう、まあ、やってますアピはダメだよね、いらないよね、正直ね、やって当然だからね、うん、そう、だそれはね、本当にまあまあね、それをもう、あ、うぜえなって思うんだったらそれまでだし、もう何も言わないけど、その時点で、だったらもう時間の問題だよっていう、もし長くねお世話になりたいんだったらそれだけ、あ、ツバニャン、あ、もう出てっちゃうの、あ、もっといればいいのにねってゼロワンが言えるような人間になればね、いや、ね、もうちょっと長ね住みなよって、そんな慌てて出なくていいよみたいな、リスナーさんも、ツバニャンが言って助かったよねってね、そうやって言われればツバニャンだってゼロワンだってウィンウィンでしょね、 あの子いなくなってよかったねなんて絶対言われたくないじゃん、言いたくもないし、うん、うん、だからそれは簡単なことだから、うん、だから今のねリスナーさんの出てけっていう反応は彼女の行いだから、あの彼女の評価なんだ、だそれが1ヶ月2ヶ月ね1週間で分かんないけど、時間は、あー、妻にはやればできるじゃんってね、あ、もう困ってんだったらもっと長くいていいよみたいな、ミニオンズ食べて、これ1個いらない、いらない、うん、組長がやだな俺、あの人ほんとめんどくさいでしょ初めて、うん、昨日初めて、くっそめんどくさい、酒飲まないとね、酒飲まないとほんとにいいやつだよ、 うん、多いね配信者ね、酒飲んでと多いね、言うのはひどい、うん、うん、一番酒飲んでおとなしいのバイさんかもしれない、あ一番おとなしいのバイさんかも、あの人寝るからまあそのリストカット云々に関してはさ、俺医者じゃないからわかんないけど、よくまあでも人の家でやることではないよね、それは、うん、それがダメだったら出てけ、出てってネカフェとかでやるべき行為なのかもしれない、だからやっぱ家主に迷惑かかるからね、それは当然、うん、だからやっぱ自分の家だったら何してもいいと思うよ、別に首吊ろうが、それはやっぱ人の家っていうのはね、やっぱそこはやっぱ居候として、その3杯目はそっと出しとか言うんだよ、ご飯の時も居候3杯目はそっと出しとか、うん、だからそういうことをわきまえれば別にね、もう受け入れてくれてるんだから、うん、簡単な話じゃん、うん、ね、だから付き合う付き合わないなんかどうでもいいんだよ、あの彼女の間違ってるとこはそこね、ゼロワンと付き合おうかなじゃないの、お世話になってるからその居候として立ち振る舞えばそれでいいの、別に、うん、恋愛関係とかになんなくていいんだから、そんなので、お金貯めて自分でじゃあ家借りますと、半年でも1年でも、うん、ね、だその間ね、あ、じゃあほんと助かったよって言われればもう当然妻にはなって嬉しいでしょ、それ、そんな言われて
嫌な人はいないんだから、この世に。うん。はい、こんにちは。うん。そう。だからね、みんなの言いたいことはものすごくわかる。ただ、ちょっとね、チャンスを与えてあげて、彼女にも。その、今まで多分教えてもらわなかったんだよ、誰にも。なかなかそういうのって自分で気づくっての難しいから。うん。じゃあ誰かがね、良きお手本となる、誰かがそういうアドバイスしてあげれば、変わるかもしれない。変わらないかもしれない。それはもう彼女次第。うん。言いたいことは分かる。まあね、いや、リスナーさんね、分かる、うん。ものすごい分かるよ。だから俺は反論できないもん。うん。タバコ吸っていいですか？いいよ。すいません。うん、失礼します。うん。じゃ、いただきます。ありがとうございます。嬉しいよ、サメちゃん。